出世作となったサンカルロア・レクワトロ・フォンターネ聖堂カトリック・パロック様式の代表作の一つとして知られるフランチェスコ・ボッロミーニは、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ、ピエトロ・ダ・コルトーナと並び、イタリアのバロックを代表する建築家である。本名は、フランチェスコ・カステリで、ボッロミーニは、後に自ら名乗った母方の系統の姓である。 同じバロック建築でもベルニーニーの古典主義的で、端正な作風に比べ、サンカルロ・ア・レクワト・ロ・フォンターネ制度のように局面を多用し、幻想的な効果を上げることを得意とし、後のバロック建築に与えた影響は大きい。イタリアで活躍した建築家であるが、出身地スイスの第6次紙幣、第7次紙幣の百フランにその肖像が描かれていた。ボルロミーニは、 1599年9月25日、ルガーの湖のほとりのビッソーネに生まれた。父ジョバンニドメニコカステッロブルミーノは、ビスコンティ家に仕えた建築家であった。この父から、初期の手ほどきを受ける。9歳頃、石膏の修行のため、当時スペイン支配下にあったミラノへ移る。20歳を過ぎた頃、親類を頼って、ローマへ移り住む。 サンピエトロ大聖堂の現場で石膏として働く、うちに腕を買われ、工事主任のカルロ・マデルノの助手となった。1629年1月30日に、マデルノが亡くなると、サンピエトロ大聖堂の工事主任は、ベルニーニに引き継がれた。ベルニーニの下で、ボッロミーニは、バルダッキーノの完成を助けることになる。ボッロミーニは、 パラッツォ・バルベリーニでもベルニーニの下で仕事をしている。しかし、二人の仲はうまくいかなくなる。ボッロミーニは、ベルニーニの構築上の知識に疑いを抱き、ベルニーニは、ボッロミーニの建築の作り方をよく思わなかった。1634年に、サンカルロア・アレクワとロ・フォンターネ制度の仕事を受け、ボッロミーニは、独立する。以後、彼らが協力することはなく、 ライバルとして対立感情をあらわにするようになった。ボッロミーには決してパトロンに恵まれたとは言えなかったが、ローマ教皇インノケンティウス十世は非常にボッロミーにビーキであった。その日後のもとで、ローマの主教座制度であるサンジョバンニインラテラの大制度の改築工事の仕事を引き受ける。ローマでの主要な仕事はすべて教皇庁につながっていた。 インノケンティウス10世の没後アレクサンデル7世が教皇になると、ボッロミーニに教皇長関係の大きな工事はなくなり、ベルニーニが建築家として活躍するようになった。神経症に悩まされていたボッロミーニは、1667年8月3日間の上に倒れ込むようにして衝動的に自殺し、67年の生涯を終えた。 1999年に生誕400年記念碑として、生まれ故郷ルガーの湖畔に、同郷出身の建築家、マリオ・ボッタによるサンカルロア・レクワトロ・フォンターネ聖堂の木造模型が設置された。マリオ・ボッタによる、生誕400年記念碑。ボッロミーニも、サンカルロア・レクワトロ・フォンターネ聖堂のデッサンをもとに、下物劇場に駆られやすく嫉妬深かったボッロミーニは、 典型的な憂鬱質で、気難しい性格だった。また、自らの図面を、子供と呼び何よりも、大事にしていた。自らのアイディアの登用を異常なほど警戒しており、多くの図面を生前に焼き捨てている。同時代の電気作家が伝えるボッロミーニの肖像は、背が高く手足も大きく、筋骨隆々としており、髪は黒く、 いつも古めかしいスペイン風の黒いローブを着ていたというものである。生涯を独身で過ごした。ありがとうございます。